はい、どうも皆さんこんにちは、セシンです。ということでね、うわー、今回ね、河川さんと平木美さんとね、ブラックオプス3やっていきましょう。挟んでいく、よし、俺たち3人でやるの、これが初めてだ。さあ、行きましょう。いやー、まあ余裕ですけどね。俺は恐怖を使うと思ったけど、やっぱりスナイパーを使う。怖い。声どうしよう。いや、ブラックオプス3が楽しくてですね、騒ぎすぎた結果声が枯れてしまったんですよ。決してね、車でサッカーするゲームで騒ぎすぎたわけではないです。それやん、このゲームさらむずくない？使ったことないですわ。あのね、覗いてる時のね、感度がすごい高いんで。あ、そうなんすか。そう、だからね、あ、そういうことか、わかりますわ。感度高いっていうか、結構苦労してて。へぇ、あの、パマジいるじゃん。はい、パマジの感度6だよ、今。え、そうなんすか。うん、それぐらいね、覗いてる時の感度高いわ、ミスった。へぇ、あ、じゃあクイック動かしちゃうみたいな感じか。すごい、すごい動く。使ったわ、すげえ動く。めんどそう。コンカッションライン。でもラピッドファイやるからね、スナイパー。マジっすか。ラピッドファイヤーってどういう効果。やば、発射レートが上がるんだよ、だから何発撃てるんだよ。コッキングアイブ、いく。あー、うまい、この人。どうだ、すごい、倒した。ナイス、本物ちげえな。全然違いますね。本物風さん、なんかアホみたいになってますよ。おい、ふざけんなよ、お前。おー、アホやなぁ。おー、アホやなぁ、言うてますよ。まふゆふっぽさんだ、外戦争なんだか、俺。後ろだ、ねぇー、ナイスカバー。風さん、そっから湧いてくる。エブリワン、負けているぞ。オッケー、エブリワン。気合を入れるんだ。エブリワン、椎茸、高橋。椎茸とは、椎茸とは。ジュニーさん、ナイス。ジュニーさん、腰来てくる。逃げて逃げて逃げて。ここ。何してんの、二人で。そう、ここ、ほら。ここからこうよ。ほら、発信音だ、ほら。やばい。いけ。こんな秘密ルームとかあったの。そうだ、これ、家の中入れるよ。囲まれてるんだが。何遊んでんねん。何してたんすか。おー、イエー。ここのね、家の中の、水路から外に出れるって話。ああ、なるほど。ああ、水の中で遊んでたってわけですね。そう。おら。オッケー。今作水中戦があるからな。そう、水中戦俺この前やりましたよ、俺。水中戦。そういうこと。オッケー。ダブルキル。うわあ。ナイス、グレネード。いるな。ナイスー。まずい。いいぞ、逆転しろ。うわあ、後ろから来てる。後ろから来てる。だよだよ。いや、奥ですね。風さん、そこめっちゃいますよ。気をつけてください。か、上にいるのか。テンペストがまだ使えない。気持ちか。気持ちか。気持ちか。気持ちだろ。やばい。シックスセンスが感じ取っている。シックスセンス出たとき焦るよな。焦る。ミスター、失礼した。あれ、大マシン目の前にニヤにぶつけて、俺セルキーしました。大マシン何だ。大マシン兄貴、テンペストオンライン、グレーチューとかした発信。グレーブルチューとかした発信。オッケーオッケー、テンペスト切る。ナイス。あー、まずい。シュー、端にいますよ、端に。お、テンペストシュー、あー、声でかいって。もったいねー、でかい声出すなって言ってんのに、自分で悪くても出しちゃう。枯れてるから、炎症起こしてるから。来るぞ。おう、カズさん来ますよ。なんとかして。オッケーっす。オッケー。川ハセシンと言うと、ね、君がなんとかなるから大丈夫。ハセシン君の後ろについていこう。なんとかしてお願いします。なんとかなる。いますよ。オッケー、ゴー。いや、このスキル、ゴー。一回引きますよ。大丈夫か、血出てるぞ。後ろにいるぞ。後ろ。なんで俺がハセシン君の盾に立つんだよ。いや、ミユキさん、後ろお願いしますよ。それが YouTube の行動や。こういうことか。でも、大丈夫、後ろ大丈夫。橋の後ろ来てますよ。橋の後ろ来てる。あ、室内にいるな、俺が倒してる。お願いしまーす。倒した、いいぞ。シックセンス反応している。やっと何かを感じ取って、第六感が後ろに、第六感的ナンバー弾切れる、まずい、危ない。
一回行ったと見せかけてや、行ったと見せかけて、こういうことだ。うわー、惜しかった。あれ、なんかナイス。いや俺が壁走りしながらカッコつきっきりしちゃったよ。かっこ、これ攻めてきたお前死んだよ。マジか。何？二人のポジションが取った。ウェブよな。ナイスエヴァンワイン。よし。HCX 行くぜ。ちょっと。ミさんこんにちは。ミさん大丈夫ですか？あ、多分偵察頼みますよ。おお、ナイスナイス。カズン聞こえるか。この先の偵察を頼む。かっけえ、かっけえ、かっけえ。お前も足なの。仕掛けなの。ああ EMP だ EMP で操作不能になった。オッケー、うそやろ。あ、ラジコンですね。ラジコン HC 倒した倒した倒した一旦引く。ナイスプシューって部屋に行きつつこう来ますよ。後ろ来てるな。オッケー、一人セルフキルしましたね。ヒルヒルしましたね。ナイスー。やばい。大丈夫ですか。引いてください、引いてください、引いてくださいよ。みんな使い換えるぞ。テンペストも使えるようになった。テンペストオンライン任せて。テンペストよし、敵を完全にしまえ。しゃー、すっげーしびれてる。大丈夫か。はっきりわかんない。ナイス。はっきりわかんないね。ヘッドショット食らったんだが。ナイス。大丈夫ですか。奥にいますよ。ナイスカット。味方いいね。うまい、相当うまい、相当うまい。カズさん危ないですよ、そこ。大丈夫ですか。大丈夫、いいし、俺には弓矢がある。オッケー、ロングカット。オッケーですよ。やってきました、奥のやつ。上にいる、上にいる。危ない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 。オッケー、先の方から行く、先の裏側から、先の裏側から。オッケー、カット。あと2人。味方がやってくれた、ナイス。電磁感。あと2人。うわぁ、大丈夫か、大丈夫か。いけ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 。ナイス、ラスト1、ラスト1、ラスト1。ラストワン、いけ、決めちまえ。行くぜ、これが男だ。オッケー。順調じゃん。いや順調、さすがトリプルトリは違うな。違うな、やっぱトリプルトリは違うんすね。白春、このあれ、この迷彩みたいなのはどうやって作ったんですか。あ、これっすか。フェイントっすね。あ、なるほど。はい、フェイントなんてできるんですね。できるんすよね。加瀬さん知ってましたか。自由にペイントができるそうですよ。俺らこのマッチングにかけた40分ぐらいペイントしてたんけ。みんなでペイントやっとったら仲良く。マッチングの場合カズさんこれ出てやるんですかとか言って、マッチングまでの40分間すでに時刻は深夜1時を回っているんだが。俺30時間ぐらい寝てないんだ。